主催した河内屋さんによりますと、夏の土用の丑の日にうなぎを食べるのはですね。エレキテルで知られる江戸時代の蘭学者、平賀源内が推奨して広まったという説があるんです。江戸時代から定着しているんですね。うん、はい、こういったうなぎのように本当の旬が意外なもの他にもあるんです。これを知っておくと、もっと美味しく食べられるかもしれません。ということで、まずはこちらさつまいもです。 だだんだん寒くなってきて恋しくなってくる季節ですよね秋が収穫シーズンということで今が食べ頃と思われがちなんですけれども本当に美味しいのは今ではないということなんです意外ですよねスーパー秋キの秋葉社長に聞いてみますと美味しく食べられるのは1月から4月ごろなんだそうですあの取れたてではなくて熟成させた方がさつまいも美味しいそうなんですね。 収穫後、最低2か月熟成させるともっともっと甘くなって濃い味になるそうなんです。ということは 1>,、はい、1月から4月にスーパーで売られているものは熟成されているものってて考えていいんんでですかそうなんですあの秋葉社長によりますと農家の方が熟成させるそうでなので1月以降は本当にこう甘くて濃いさつまいもがスーパーに並んでいるそうです<ー>、はい。ちょっとこれ意外ですよね <laughs> さあ続いては はい、ブロッコリーです。のりつぐさん、ブロッコリーの旬、いつだかわかりますか。ブロッコリー一瞬っていうのがあるの。年中出てるよね。そうですよね。あのスーパーにいつでも並んでいるので、うん、旬を知らない方もいらっしゃるかと思うんですけれども。実は十一月から三月頃が一番美味しく食べられる時期なんだそうです。うん、これはなぜなのか、聞いてみました。はい。 石川県ブロッコリー農家の安いファームに聞きますと寒い時期が一番おいしいんですけれどもブロッコリーは 寒さで自分がこう凍ってしまわないように身を守るために糖度を上げて寒さをしのぐそうなんですですから冬の方が甘くて美味しいブロッコリーが楽しめるとということなんですよね<ー>その原理でいうと他の野菜にも当てはまりそうです、ねはい、あそううでですすね本当に松尾さんが言う通りであのキャベツですとか白菜なんかもこういった理由で糖度がアップして甘いものが楽しめるそうなんです。人にに話したくなるね <laughs> キャベツにも旬がある そうですね年中があるからなかなかイメージつかないんですけれどもはい旬があるそうですさあ続いてはこちら食べ物ではないんですけれどもバンジージャンプにも旬がありましたこれは小松さんどうですかご存知でしたか <laughs> い,いえこれまでの流れを覆す感じになってきましたけど、はい、食も。バンジージャンプの旬ですか、はい、旅行シーズンとかってことですかね そうですその通りですでも、はい、まあこの流れで今やってるっていうことはいつなのかっていうと、はいはい、松尾さんいつなんでしょうか今でしょ講座的に今でしょうそうです、はい、ピンポンですはい秋ですね茨城県の担当者の方に聞いたところおすすめは秋ということなんですこの茨城県で有名な竜神大橋 大吊橋、え高さ100メートルあって日本最大級のバンジージャンプが楽しめるところなんですけれどもはいなぜ秋かというとこちらはい紅葉している中でジャンプできるのでおすすめということなんです、ね、そういうことか、はい、これは旬ですね旬ですね <laughs> これは旬ですね今の時期しか楽しむことができないんですけれども <laughs> <ー>では一体どういった感覚なのか疑似体験してみましょうやっちゃいますかはい こちら。 なんですけれども<え>2015年11月上旬に撮影した映像なんですが<え>まだちょっと見頃一歩手前木々が色づき始めた時期なんですけれどもょってますよと見頃一歩手前、木々が色づき始めた時期なすちょっとね色づいていますよね、ねこれてます周りの景色見てる余裕って <laughs> そうですこれがもっともっと真っ赤だったらね楽しめるかもしれませんが <laughs> 確かにちょっと怖くて目を開けられないかもしれませんね <laughs> でも絶景ですね。 系ですね、うん。茨城いいとこですね。そうですね。間違いないです。で、今年のですね。龍神大吊橋の紅葉は11月中旬頃が見ごろだということです。まあ、ちょっと寒いので、こう体なんかこう動かして、痛めないようにしながら飛ぶのもいいかもしれませんね。<laughs> いはい、以上、京都府でした。ジェイちゃん。十月から新たに生まれ変わるスーパージェイチャンネル。私たちがお伝えします。